ケルンテン州。ケルンテン州は、オーストリア共和国を構成する九つの連邦州の一つ。州とは、クラーゲンフルト・アムベルター税。ドイツ語のは、ケルト語に由来すると考えられており、二つの説がある。一つは、友人や、親類を意味する、キャロントで、これは、青銅器時代のイルリア人を指しているとする。もう一つは、石や、岩を意味する、カラントで、 こちらが正しければ、カルンブルク、現在のマリーアザールの集落やカラバンケン山脈と同根ということになる。スロベニア語では、コロシュカと呼ばれる。コスロベニア語ではと呼ばれていた。これは、カランタニアと関連があると考えられている。日本語での表記は、ケルンテン。稀に英語のから、カリンシアやカリンティアと表記されることもある。 オーストリアの州の中で最も南に位置しており、南でイタリア及びスロベニアと国境を接する。また国内では、西で、チロル州、北で、ザルツブルク州、北東で、シュタイヤーマルク州と接している。チロル州との宗教にそびえるクロースグロックナーさんは、オーストリア最高峰の山で、標高は3797メートルである。州面積の半分以上が千メートル以上に、 一しており、これらの地域にはほとんど人は住んでいない。州内をドラオ川が流れるほか、多くの湖があり、その風光明媚な景観は、多くの観光客を集めている。代表的な都市としては、州都であるクラーゲンフルト、フィラッハなどが挙げられる。面積は9536平方キロメートル、人口密度は59人平方キロメートル、 考古学的調査によれば、この地に人類が住み始めたのは、旧石器時代にまで遡る。古代には、ノリクムと呼ばれる地域の一部で、ケルト人によるノリクム王国が建てられていた。ケルンテンという地名は、上記の通り、ケルト語に由来すると考えられている。ノリクム王国は、紀元前16年に、ローマ帝国によって併合された。以後は、ノリクム属州となりラテン化が進んだ。 西ローマ帝国が衰退するとこの地は、ゲルマン人やスラブ人などが進出し、7世紀にスラブ人によるカランタニア公国が成立した。カランタニア公国は745年に独立を失い、フランク王国の支配に、直接的にはバイエルン大公の支配に服するようになった。10世紀にケルン天ン公国がバイエルン公国から分離され、 神聖ローマ帝国の両方の一つとなった。1335年に、ケルンテン公ハインリヒ6世が死しなくして死去すると、神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世は、後継者にオーストリア公、アルブレヒト2世を指名し、イゴケルンテン公国は、ハプスブルク家領となった。1806年に神聖ローマ帝国が消滅した、後は、 オーストリア帝国の、ついで、オーストリア・ハンガリー帝国の統治下に置かれた。第一次世界大戦で敗戦国となった、オーストリア・ハンガリー帝国は、民族自決に基づいて解体されることになり、ケルンテンでも1920年10月10日に帰属を、問う、住民投票が行われた。この結果、ケルンテンは、北部は、第一共和制のオーストリアのケルンテン州に、 南部のいくつかの自治体は、セルブイコールクロアートイコールスロベニア王国、後のユーゴスラビア王国のコロシ地方、現在はスロベニア領となった。1938年にナチスドイツはオーストリアと合法したアンシュルス。ナチス支配のもとでは、標識からスロベニア語が消え、さらにスロベニア系住民の強制移住も計画された。ドイツが、 第二次世界大戦に敗れると、ケルンテン帝国大管区は、イギリスの占領下に置かれたが、1955年に、オーストリアは連合国との間に、オーストリア国家条約を調印して、独立を回復した。農業、林業が中心、豊富な水量を背景に、水力発電が行われており、クラーゲンフルトなどの都市部では、製死産業のほか、金属、 化学工業なども見られる。ケルンテン州の2013年1月1日現在の人口は推計555,473万5人である。このうちフィラフ派やクラーゲンフルトがある州中央部のクラーゲンフルト盆地に住む人の割合が最も高い。周囲を山岳地帯に囲まれ地域としての一体性が強かったこともあり。 オーストリアではどの州でも見られることであるが、ケルンテンとしての地域意識がとりわけ強い。住民のうち9割以上がドイツ語を話すが、南部にはスロベニア語を母語とする人々もいる。彼らは少数民族とみなされているが、その権利については議論もある。ケルンテンにおける宗教ごとの信徒の割合は表の通り、カトリック教会が最も多く、 人口の77.2%を占める。第2位の福音主義協会はおよそ1割であるが、これはオーストリアでは、ブルゲンラント州に次ぐ効率である。ケルンテン州の守護聖人は、聖ヨセフと聖ヘンマの二人である。ケルンテン州の衆議会は一員制で、定数は36議席、任期は5年である。十八歳以上で、ケルンテン州在住のオーストリア市民が、 投票権を持つ。直近の選挙は2013年に行われ、オーストリア社会民主党、SP が37.13%の得票で14、議席、オーストリア自由党、FPK のケルンテン自由党、FPK が16.85%の得票で6、議席、オーストリア国民党、VP が14.40%、緑の党が12.10%の得票で、 それぞれ五議席、チーム首都ロナフハ、TS が十一一点八パーセントの得票で四議席、オーストリア未来同盟、PZ が六点四零パーセントの得票で二議席を獲得している。ケルンテン州は保守の VP が極めて弱い一方、極運の FP が強い、得意な州である。州首相は、州議会によって選出され、州政府の閣僚は、議席数に応じて、 各会派に配分される。現在の首相は2013年の議回選挙後に就任したベーター・カイザー SP 所属である。第一共和制での州首相と在任期間は次の通り。ナチスドイツが設置したケルンテン帝国大管区の帝国大管区指導者とその在任期間は次の通り。第二共和制での州首相と在任期間は次の通り。 ケルンテン州は八つの軍、行政管区とも訳されるに分けられる。軍は自治体ではなく、行政事務を処理する州の出先機関である。また、州都のクラーゲンフルと地図の K と第二の都市フィラッハ、地図の6は、軍に属さない、検証都市に指定されており、軍の業務も独自に処理している。は以下の通り、それぞれ名、ドイツ語続き、 略記号、軍庁所在地である。ケルンテン州には132の基礎自地帯、ゲマインデがある。そのうち17自治体が、市、2、40自治体が町、市場庁に指定されている。ケルンテン州の紋章は、ケルンテン広告時代のものを引き継いでおり、現在のケルンテン州憲法、1996年7月11日制定、では、 第六条二項に規定されている。衣装は、縦から見て、右側が、金、王アニ三刀の黒い、セーブルのライオン、左側が赤、ギュールズに、銀、アージェントの横帯、フェスである。周期は、上から木赤白の横島の三色器である。周政府器にはその中央に、周の紋章が配されている。周花は、である、楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。